カエルの合唱を手話で歌ってみましょう。カエルはぴょんぴょん跳ねます。ぴょん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 。カエルの歌が聞こえるは、これ聞く聞く、音がピロピロと入ってくるという感じ。これピロピロピロできるかな。聞こえてくるよ。クワクワはそこでもそこでもそこでも鳴いているというふうに指さしましょう。クワ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 。ケロケロはパクパク、お口パクパクでニコニコという感じですね。ケロ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 。またクワクワクワ。それではゆっくり歌ってみましょう。カエルを用意して、手を上げるときに息を吸います。カエルの歌が聞こえてくるよ。で、指さします。クワ、クワ、クワ、クワ。ケロ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 、クワ、クワ、クワ。それでは、カエルの合唱を輪唱で歌ってみましょう。まずは2人バージョン。簡単な歌い方です。カエルの歌が聞こえてくるよ。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワ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 。ケロ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 、クワクワクワ。それでは4人バージョンで歌ってみましょう。これはカエルの歌がときたら、すぐにまたカエルの歌がといきます。引きずられないようによく聞きながら歌ってみてください。カエルの歌が聞こえてくるよ。カエルの歌が聞こえてくるよ。カエルの歌が聞こえてくるよ。ケロ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 、クワクワクワ。ケロ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 、クワクワクワ。手話を使うと誰がどこを歌っているのかよくわかります。ぜひやってみてください。